お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今日はね、このサドンデスチャレンジっていうのをやっていこうかなと思います。はい。で、このウルトラレア宝箱がもらえるんでね、これを目指してね、やっていこうかなと思います。僕はウルトラ全部枚数集まってるんでね、まあ、いらないんですけど、まあ、ゴールドになるんでね、お金になるんでね、はい。お金のためになら何でもやります。いや、誰が焼き鳥やねーって感じで、このね、スケラーバルーンですね。サドンデスチャレンジっていうのは、タワーを1個先に取っちゃえば勝ち、延長から始まるようなやつですね。はい。なので、まあ、1本取っちゃえば勝ちなので、もうバルーン、あれなんですよ。マジ。あれなんですよ。いや、もうこの後ろペックとかダメなんですよ。端前からもう攻めてタワーを折ったら勝ちなので、なんかね、こうゆっくり攻める系よりは、なんかこんな感じでね、一気に行って、バチコーンで終わりですね。はい、これで勝ちっていう感じで、なんかね、このデッキ、多分、いつかのマジで、なんかあれっすね、普通にグローバル大会で、このサドンデスチャレンジバージョンがあった時に出したことがね、あるデッキなんですけど、まあそのデッキをね、引っ張ってきたんですけど、まあそんな感じで、たまたまね、今強い、ゴボリもね、いて、ちょうどいいかなと思ったんで、これにしました。なんか、しょっぱなアーチャーとかコウモリとか、まあ、適当にね、よいしょ、セパしてからの、まあ、相手がユニット出すんでね、その逆サイドに、まあ、こんな感じで、バルーン、スケラフリーズかな、打っちゃえば折れるよっていう。結構ね、楽しいんだけど、まあ、一瞬で終わっちゃいますね。はい、という感じで、テンポよくね、ガゴムレ、美味しいですね。ガゴムレ僕大好きなんでね。はい。で、まあ、最初にゴボリ置いてもいいと思いますね。さあ、バルーンスケラが整いました。整いました。いきまーす。さあ。で、元からね、エリクサー2倍タイムなんで、フリーズまで打てちゃうんですよね。まあ、それがでかいですね。うわー、すごい。で、ちゃんとね、僕、防衛もします。あ、はい。ちゃんとこう、ゴボリとアーチャーコウモリっていうね、こう、雪玉フリーズ。ちゃんと防衛ができるデッキっていうのがね、このデッキのね、強さかなと思いますね。なんかフリーズ、こうバルーンスケラフリーズで、うわ、それ守られたら終わりじゃんってなるんですけど、僕も意外とこう守れるんでね。よいしょ、まあ、一回守りから入ってもいいですけど、まあね、これちょっと様子見つつね。あー、これ相手ジャイプリとかじゃないですか。ジャイプリ。うわ、やべえ。ちょっと待って。俺も攻めたいんですけど、攻めたいんですけどね。僕も非常に。攻めたいんですけど、ちょっとね。一回こうやってね、落ち着いていきますよ。さっさっさ。こんな感じで、耐えれるんでね、しっかり耐えて、バルーンフリーズをね、いつ飛ばそうか非常に悩みますね。これちょっとアーチャーに殴られたくない。あ、殴られた。やばい。さっさっさ、ゴーボリで受ける。あはエレキ。やばい、めっちゃなんかちゃんとした試合してる。あ、でもこれパッキン。あ、待って、最悪、空振った。あ、もう一発入る。もう一発入れ。あ、いい試合してる。しかも、なんかこれ、延長タイム5分あるんですね。延長って残り1分じゃないですか。引き分けをなくすために、5分なんですね。ちょっと優しい。このゲームモードは非常に優しいですね。はい。さあ、これは、もうパッキンで終わりですよ。パッキンでね。最初、ちょっとイチャイチャしすぎましたが、秒で終わらせていくスタイルですね。よし。さあ、いや、多分これ、あと本当に、多分、一回ぐらい負けることが、まあ、あるかもしれないんですけど、多分、負けないですね。本当に。マジで負けないっていうか、このデッキはね、絶対クリアできると思いますね。まあ、負けるパターンとしては、このデッキと3、連続で試合して、このデッキに負けるとかかな。マジで、チャレンジ系にめっちゃ強いと思いますね。チャレンジ系このチャレンジにね。さあ、相手はもしかしたら枯渇。いや、枯渇と思った俺がバカだったのか？おー、いや、これね、そうなんですね。やっぱ2倍タイムなので、これが打てちゃうんですよね。で、雪の浜まで適当に打って、OK。はい、終わり。いやー、早い。めちゃくちゃ早いですね。ウルトラレア宝箱、ウルトラ1枚確定なんでね。これ、サバーカとかでちょっとやってもいいっすね。時間が早いんでね。一瞬でね、ゲットできるんでね。よいしょ。あー、まあ、クリアするまでね。やっちゃいましょうかね。よろしく。というわけで、ちょっとね、さっきお酒を買いましたね。家に飲み物がなかったんで、まあ、お茶はあったんですけど、まあ、ジュースがなかったんで、僕、ジュースとお茶を一緒に買っても、圧倒的にジュースが早く飲み終わって、
お茶がまだね半分ぐらい残ってるぐらいなんですけど、なんかバグってね今、なんでバルーンあんな溜まってた、アイテムフリーズ使ったのか、うえ、なるほどね。そうで飲み物買いったんすよ、もうでも家出ようとした時に雨だったんですよね、まさかの。そう、雨で、うわ行くのやめようかなと思ったんですけども、まあそれでもね、ちょっとやっぱ飲み物飲みたいなっていう、ジュース飲みたいなって思ってお出かけしてね、飲み物買ったんですけど、カップ麺とかと、なんか謎にお酒当分飲んでなかったんで、ちょっと飲みたいなと思ってね、100円の白いサワーだっけ、今あるんですよね、ほろ酔いのね白いサワーっていうやつね、はい、これなんかねもうただのジュースなんですけど、本当にお酒って書いてるのは書いてるんですけど、めちゃくちゃね美味しくて飲みやすくて、女子受けもね、はい、いいジュースですねそんなこと言ったらなんか彼女になんかいろいろ言われそうですけど、本当にだね、二十歳だっけ、お酒って二十歳ですよね、二十歳行った方はねぜひね、ほろ酔い安杯ですね、めちゃくちゃいいですね、めちゃくちゃいいです、白いサワー味、あとはまあマスカットとかもねすごい美味しいですね、ぜひぜひね、まあ、飲んでみてください。というわけで、やっぱこうスケラだけの攻め今ねなっちゃったんですけど、こういう攻めだって弱いですね、バルーンプラススケルトンラッシュのねこう攻めができれば最強ですね、というわけで、誰もがそっち来るだろうと思うんですけど、残念ですね。僕はこっちに行きます。そして、多分コウモリが行きます。コウモリ来た！パチコン！来たー！これね、もうどうにもできないですよね。スケルトンラッシュ頑張って防衛してるのに、バルーンがね、真上にね、いてね、どうにもできないっていう感じですね。はい。意外と大型とかもいないですね。なんか、大型組んでる間に一本折られちゃうみたいな。ことがあるのかもしれません。というわけでラスティングバトル、とりあえずセパります。アーチャーとかコウモリとかも適当にセパって、アイゴレバルーンじゃなくてもいいですね、もうバルーンスケラさえできればいいので、適当に裂いて相手が裂いて逆サイドに攻めて、おー待って、これね間に合うかな、あー間に合いそうにないですね、一回捨てます一回捨てます、大体は間に合うんですけど、極まれに間に合わないですね。で、一つ気をつけないといけないのは、相手も同系統のデッキの可能性がすごいあると思ったん、全然違う。何が同系統や。やばい。オッケー。いや、ゴボリ強え。ゴボリいいっすね、マジで。ふっ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 、いけ。で、マスケットとファイスピが、この辺にファイスピが、あ、やべ。ちょっと待って。俺のプランが違う。しかも、これ残り1分になったらエリ3倍になるのかな、エリ3倍になったらめっちゃいい試合してるってことだな。さあマジでバルーンスケラしたいんですけど、なんか苦戦してる、ちょっと苦戦してる、エリゴレじゃねえ、エリババに苦戦してる。わい、いや、しかも相手もちょっとうまい。さあ落ち着いてね、もうバルーンスケラ決めちゃえばいいんで、てかどうしても相手が体育多かったらもうワンチャンバルーン出さないとか、スケラ出さないとかでもいいかもしれませんね。ちょっとね、はい、もう丁寧に。さあバルーン咲きました。相手は5コス咲いたので、ここでさっきからマスケファイスピーにボコされてるんだよね。アイゴロをつけることによってバルーンが届く。あー、これ来ましたね。あ、めっちゃいいファイスピー。いや、待って、来た。エレキがタゲ届かない。うえい、まあ、こんな感じですよね。はい。多分、結構ね、まあ、何のデッキでも勝てるかもしれないんですけど、デッキね、考えるのめんどくさいやーって人はね、ぜひこのデッキ使ってね、チャレンジね、クリアしてみて、やば、ブルブルじゃん。すごいブルブルでしたね。スパーキーですね、これは。僕当たるんでね。はい。というわけで、ぜひね、このスケラフリーズ。まあ、使いやすいように全然試してもいいですし、まあ、ランバーとかいてもいいかもしれないですけどね。まあ、バルーンスケラがフリーズね。ぜひ、やってみてください。というわけで、はい、ご視聴ありがとうございましたね。チャンネル登録もね、ぜひ、お願いします。今ね、意外と結構伸びてきてるんでね。ぜひぜひ、チャンネル登録してない方ね、お願いします。と言ったわけで、お疲れ様でした。バイバイ。